モンティエルの戦いは、1369年3月14日に、スペインのラマンチャ地方のモンティエルで起こった、カスティーリアをペドロ一世と、イボアニのトラスタマラ博、エンリケの間の、カスティーリア軍同士の戦いである。敗れたペドロは殺害され、エンリケが、カスティーリアをエンリケ二世として即位して、トラスタマラ長の階祖となった。 第一次カスティーリャ継承戦争の戦いであるが、両者を英仏が支援したため100年戦争の一環としても捉えられている。カスティーリャ王国では、残国王、制御王の呼び名で知られる、ペドロ一世とイボアニのトラスタマラハク、エンリケの間で内紛が勃発した。1366年にフランス王国の支援を受けたエンリケが、ペドロの敗を宣言し、 第一次カスティーリャ継承戦争が始まった。1367年、アキテーヌを治めるイングランド王国のエドワード・クロ大使の支援を受けたペドロは、エンリケが率いるカスティーリャ・フランス連合軍をナヘラの戦いで破ったが、エンリケはフランスに亡命して抵抗を続けた。ペドロは、クロ大使の支援を受ける際、傭兵の報酬や遠征費の支払いと領土の割譲を、 約束していたが、ナヘラで勝利した後も、この約束を果たそうとしなかった。黒大使はセキリに感染していたこともあり、この配信行為を受けて、軍をアキテーヌに引き上げた。1368年9月、エンリケが再び、カスティーリア入すると、首都ブルゴスがエンリケを王として認め、コルドバ、パレンシア、バリアドリッド、ハエンの諸都市が続いた。 イベリア半島北西部のガリシアとアストリアスは、ペドロの側に残った。エンリケがトレドに進軍すると、アンダルシアに退却中だったペドロは、決戦を決意して引き返した。ペドロは3月13日、サンティアゴ騎士団が支配する、モンティエルトリデに宿営した。一方のエンリケは抗軍中に数多く放っていた、石膏から、いち早く、ペドロの軍の接近を察知していた。 ナヘラの戦いで奮闘し、エンリケ軍内で重きをなしていた、フランス人キシベルトランデュゲクランは、敵がこちらに気がつく前に吸収して、不意をつくべきだと、軍議で主張し、彼の意見が採択された。翌朝、簡漫な抗軍を開始した、ペドロの軍の戦方に、エンリケ軍が突如として襲いかかった。ペドロの軍に、多くのユダヤ人や異教徒が含まれていることを理由に、ゲクランは、 捕虜を取るべからずと指示しており、ペドロ軍の戦法はほとんどが戦死した。戦法の壊滅に驚いたペドロは直ちに光栄に全速前進を命じ、両軍はモンテール付近で本格的に激突した。ペドロの軍は数においてエンリケ軍に勝っていたが、部隊が分散していた上に不意をつかれたこともあり、次第に戦況はエンリケ軍の優位に傾き始めた。 敗下の震源を入れたペドロはわずか11人の側近と共にモンティエル砦に逃げ込んだが、残された兵は戦い続けた。ユダヤ人の兵士は早々に戦意を喪失したが、ポルトガル人やムーア人の兵は激しい抵抗の末に多くが討ち取られた。フロアサールの年代記で描かれたペドロ一世を殺害するトラスタマラ博、エンリケ・エンリケ・トゲックランはペドロが逃げ込んだ。 モンティエルトリデを包囲した。忠誠を誓うサンティアゴ騎士団と共に、牢状の構えを見えるペドロに対し、ゲクランがエンリケの使者として送り込まれた。ペドロは傭兵隊長であり反復常ないゲクランを買収しようと、金貨20万枚とソリア、アルマさん、アティエンサなどの町々と引き換えに裏切りを持ちかけた。しかしゲクランはこの誘いをエンリケに密かに知らせ、 ペドロ側よりより多くの報酬の約束を引き出すと、何食わぬ顔で城内に戻り、ペドロの取引に応じると答えた。3月23日の夜、ゲクランは城外の自らのテントにペドロを招き入れた。そこにはエンリケが待ち構えていた。14世紀のカスティーリアの歴史家、ロペスでアやらの記述によると、イボテイのペドロ王と長い間会っていなかったエンリケは、テントに入ってきた。 ペドロ王に気づかなかったという。ゲクランの敗下が、この者が、閣下の敵ですぞと囁き、ペドロ王が、世がそなたの敵だと言って、ようやくイボ帝を認識したエンリケは、探検で王の顔に切りつけ、倒れた後も何度も刺して殺害した。遺体は3日間のザラシにされて、恥ずかしめられた。ペドロはモンテールで戦死したという説や、捕らえられて処刑されたという説もある。 ペドロの死によって第一次カスティーリャ継承戦争は終結し、エンリケがカスティーリャをエンリケ二世として即位した。エンリケはゲクランをモリーナ公に任じ、フランス王国のシャルル五世と同盟を結んだ。1370年から1376年にかけて当時ヨーロッパ最強の呼び声高かったカスティーリャ艦隊は、フランス王国によるアキテーヌとイングランドの 攻撃作戦を会場から支援し、その間にゲクランはポアトゥーとノルマンディーをイングランドから奪還した。ありがとうございます。